おはようございます。ただいま京王線の新宿駅に来ております。今日はご覧の通りお客さんが少ないようです。これから特急の高尾山口行きに乗りたいと思いますので、3番線に急ぎます。いきなり録音対象になる京王8000系 GTO 車がやってまいりましたので、すぐに録音できることができました。
急、静岡特急高尾山口行きです。次は調布に止まります。Thank you.
高尾山口駅に着きました。新型コロナウイルスの自粛もあってお客さんは少ないですが、トレッキングの格好をした男性客が若干1名おりました。これから改札街に出ようと思いますので階段を降ります。ただいま参りました7000系ですけれども、
後に特急列車の新宿行きになります。最近では新五線系の登場により、あの車両は廃車が進む予定なんです。なので早めの記録が望まれますね。それでは一旦失礼します。この車両は7000系でございます。ステンレス の, この下の部分ありますよね。コルゲートでしょうか。いくつもの線のようになっていますから、これは初期型の車両ですね。で、運転台はワンハンドルです。車内は古さを全く感じさせません。これから新宿に戻るので、この車両に乗ってまっすぐ行きたいと思います。
急新宿行きです。次は明大前に停まります。電車行きにご注意ください。次は明大前に停まります。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
通過する内田橋笹塚と笹塚から先、幡ヶ谷、松台、都営新宿線方面をご利用のお客様の井の頭線をお乗り添えです。各駅停車新宿行きは1台8両編成で参りますので、ホームの前寄りでお待ちください。後ろ2両分に各駅停車は止まりません。ご注意ください。出口は左側です。明大前です。手回り品を今一度確かめの上を置いてください。明大前です。終点新宿、京西新宿です。特急新宿行きです。お待たせいたしました。発車いたします。閉まる側にご注意ください。
新宿駅に着きました。これから家に帰りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。